のニュースレターへようこそ。今日のニュースは次の通りです。子役の白鳥玉木がトップコートに移籍。子役の白鳥玉木12が1日、インスタグラムで芸能事務所トップコートに移籍したことを発表した。インスタグラムをご覧いただいている皆様ご報告です、と書き出すと、幼い頃からお世話になっているスマイルモンキーを卒業しました。社長をはじめ皆様には大変お世話になり、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました、と旧事務所に感謝。本日から、トップコートに仲間入りさせていただきます。これからも精一杯頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。と続けた、白鳥は映画長い言い訳、2016年、映画アウト&アウト、18年などに出演している。トップコートの HP では早速 U15 枠で紹介されている。今日のニュースレターはここで終わります。視聴していただきありがとうございます。購読して通知ベルをタップして、今日の最新ニュースを入手してください。よろしくお願いします。